娘さんが保育園から帰宅すると、いつもはお仕事でいないはずのお父さんの姿が、なんでお父さんここにいるの？と驚きながらも、お仕事終わったの？終わったよ、遊べる？遊べるよとのやりとりに、やった、嬉しい。と両手を挙げて、ぴょんぴょん飛び跳ねる娘さん。帰宅したら父いるドッキリに、SNS で広まった家族のは、動画きっかけで新たな団らんが生まれたと思うと嬉しい。帰宅したら父いるドッキリを仕掛けようと思ったのは、なぜですか？父、普段は仕事の都合で、娘が寝てから家に帰ることが多いので、平日に娘と触れ合うことがなかなかできないのですが、この日はたまたま平日に休暇が取れたので、娘を驚かせたい、喜ばせたいという思いでドッキリをしました。TikTok だけでなく、Twitter でも大きな反響を呼んでましたね。父、良い娘さんですねだったり、幸せな家庭ですねだったり、家族を褒めていただいているコメントがたくさんあり、嬉しかったです。中には、久々に実家に連絡してみますなんてコメントもあり、この動画きっかけでまた新たな家族の団らんが生まれたと思うと心が温まりました。ドッキリする前はどんなリアクションを予想されていましたか？父、気分屋さんなところがあるので、塩対応されるのか、喜んでくれるのか、半々の予想をしていました。塩対応の時もあるんです。実際のリアクションを見て、どのような思いでしたか？父、予想以上に喜んでくれたので、娘を喜ばせるつもりでしたが、むしろこっちが嬉しくなってしまいました。この日娘さんと何をして遊びましたか？父、お父さんをジャングルジムにして遊んだり、お母さんと子供ごっこというおままごとをしたり、かき氷を作って一緒に食べたりしました。いつか思春期や反抗期が来ると思うと泣けるといったコメントも見られましたが、お父様もそういった思いはありますか？父、それも成長だと思い喜びたいですが、泣くと思います。その時は、今回の動画を見て泣きながらお酒を飲みたいと思います。かっこ笑い。妹の誕生に、3歳の姉が母にかけた言葉に、父号泣、家族って本当に偉大だと思います。普段、娘さんと何して遊んでいますか？父、気づいたら肩によじ登られています。かっこ笑い。あとはかくれんぼが好きです。ただ、早く見つけてあげないと我慢できなくて、ここだよ、と場所を教えてくれます。動画を見る限り、いつも無邪気でやんちゃな姿にとても癒されます。父、自分がやったことや言ったことで人が笑ってくれるのが嬉しいようで、基本的にいつもふざけています。かと思えば、初めて会う人の前だと恥ずかしくなって急に、もじもじし始める一面もあります。でも、どんな人とも一緒にご飯を食べればすぐに仲良くなっちゃいます。かっこ笑い。娘さんがハマっていることはありますか？父、本人は転んだりすることにハマっていると言っています。かっこ笑い。最近はもうすぐ1歳の妹のお世話にハマっていて、小さいお母さんをやってくれています。離乳食をあげてくれたり、お着替えをさせてくれたり、リビングから寝室まで抱っこして運んでくれることもあります。妹もお姉ちゃんにしてもらうとニコニコご機嫌になるので、それも嬉しいようです。すでに深い姉妹愛が生まれているのですね。父、去年妹が生まれた時に、一通り、可愛いと言った後、お母さんに、頑張ったね。可愛い赤ちゃん産んでくれてありがとう。と声をかけていたのはすごく印象深いです。出産で十分泣いたのですが、娘の成長にさらに泣いてしまいました。3歳にしてそんな言葉が出てくるだなんて胸、打たれますね。父、子育てはもう毎日が驚きと感動です。おぎゃーと生まれた娘が歩くようになり、お箸を使ってご飯を食べ、怒ったり泣いたり笑ったり感情が豊かになっていき、父は毎日感動してます。何より、妻、娘に好かれたくて良いパパになろうと頑張っちゃってる、自分にも驚きです。かっこ笑い。家族って本当に偉大だと思います。